第一章。窓から見える青黒い雲があの気配を連れてくる。相良凌介は傘を持たせてくれた妻に感謝した。彼の働く亀田運輸のカスタマーサービス部は雨の影響をもろに食らった。運悪く事故対応まで重なり、電話が鳴り止まない。最中、妻からメッセージが届く。息子のサッカー教室が雨で中止になり、迎えに行かなくてもいいという内容だ。凌介は半ば反射で、了解ですのスタンプを返信する。妻、相良真帆との最後のやりとりは、喧騒に吸い込まれていった。仕事を終え、凌介は自宅の最寄りから数駅離れたトランクルームに寄り道する。そこを彼は書斎と呼んでいる。壁に沿うように蔵書が並び、革張りの椅子と電気スタンド。ほの暗いこの空間で本を読むつかの間、凌介は親としての義務から解放される。団地の4階にある自宅に戻り、ただいま。第2幕。車を降りると、山奥の刺すような寒さに思わず身を縮めた。ついに私もすっかり魔界の住人になってしまった。自重するような薄笑いを浮かべる自分を想像する。扉の前の笑顔が重なる。魔男の死に様を見たら、あの男はどんな顔をするだろう。恐怖だろうか、それとも私が果たしていった復讐にいつも通り笑みを浮かべるのだろうか。妄想にとらわれる頭と裏腹に、体は後始末に動いていた。なるべく発見は遅い方がいい。古い洗車機のボタンに指を乗せる。手が震えるのは寒さのせいだけではない。力を込めて押す。期待はしていなかったが、洗車機は動いた。だが。最終章。それが真犯人からの最後のメッセージだった。凌介の自宅ポストに入っていた100字詰めの原稿用紙には住所のことが書かれていた。凌介はその意味を瞬時に理解する。そこは始まりの場所だ。凌介は、はい、従業員の皆さんこんにちは、梨岡工場長です。こう読みにくかったところもあるのですが、結構解読できたんじゃないのかなと思います。この小説、1幕は三人称一元視点、2幕は一人称視点、最終幕は再度三人称一元視点で書かれています、この読めるとこだけでも、1幕は失踪当日の凌介について、2幕は林の殺害、そして凌介たちが発見する前の様子が犯人側から書かれていることがわかります。やはりこの小説を公に出す理由としては、真犯人をあぶり出すための作戦なんですかね。気になります。ちなみに家に原稿用紙が送られてくるといえば、江戸川乱歩の人間椅子思い出しちゃいますよね。黒手組といい、やはり何か関係があるんでしょうか。気になります。また次の動画でお会いしましょう。梨岡工場長でした。